エドワード・ポールトン。エドワード・バグナル・ポールトン。さあ、エドワード・バグネル・ポールトン。1856年1月27日から九百四十三年十一月二十日は、イギリスの進化学者、動物学者、オックスフォード大学の動物学ホープ教授を務めた。八百七十三年から七十六年に、オックスフォード大学、ジーザス・カレッジで、ジョージ・ロール・ストンと、 ハンダーウィン主義の昆虫学者、ジョン・ウェストウッドの下で学び、自然科学を優等の成績で収めて卒業した。それ以降、死去するまで70年にわたって、研究者、講師として大学と関係を継続した。彼は、気前の良い講演者としても知られ、大学に多くの財産を寄付した。息子、ロナルド・ポールトンイコール・パーマーは、 イングランド代表のラグビー選手で第一次大戦で戦死した。娘、ジャネット・パーマーは神経学者、チャールズ・サイモンズと結婚したが、結婚後間もなく、父より先に死去した。ポールトンは生涯を通してダーウィン主義者であり、進化の主要な原動力として自然選択を信じていた。彼は、チャールズ・ダーウィンを称賛するだけではなく、ネオ・ダーウィニズムの父。 アウグスト・バイスマンを擁護した。ポールトンは、バイスマンの研究を英語に翻訳した、生物学者のグループの一人であった。彼は生殖室の連続性について、バイスマンのアイデアを指示した。これらを翻訳する間に、彼は、種形成に関する獲得形質の役割を、近年の研究が排除したか、あるいは、それを指示する研究が減少したことに気づいた。 1896年のダーウィンに関する著作では、ポールトンは、種の起源を生物科学的な視点から、比類なく最も素晴らしい研究と述べた。自然選択の批判者でもそれを理解するのに時間がかからなかったと主張した。これは、彼の時代にはそうでなかったが、現代では一般的な評価である。当時、遺伝メカニズムに関する知識の欠如は、 進化自体の理解の妨げとなっていた。1897年のロンドン昆虫学会で、ポールトンは参加者から意見を聞き、多くの人々が昆虫の擬態の原因として自然選択を疑っていることを発見した。彼が尋ねたうち3人だけが、ベーツ型擬態とミューラー型擬態を支持した。他の人々は食べられないことや、まずさを疑い、一部の人は、 実際に味を確かめた、あるいは鳥が効果的な選択圧をもたらす主体であることを確信できなかった。外的及び内的な力は自然選択に代わる説明として人気があった。メンデルの研究の再発見は進化論の重要なギャップを埋めた。しかし当初は理解されなかった。多くの人々はそれが自然選択と相入れないと考えた。 ウィリアム・ベートソンの学生の一人で、オックスフォードの遺伝学の初代教授、レジナルド・パネットと、ポールトンの議論は長く続いた。パネットは、蝶の議題、1915で議題の主要な原因として、自然選択を否定した。彼は次のように指摘した。パネットにとって、これらは、選択論者の段階的な進化では説明できなかった。その代わりに、証拠は、 擬態が突然の変異の調約に起因したことを示していた。擬態が一度の突然変異で作られるならば、自然選択は保守的な役割しか果たさないかもしれない。しかしながら、これらの問題は一つ一つ解決されていった。鳥の捕食が昆虫に大きな選択圧を加えることは、フィールドワークと実験によって着実に示された。育成実験はすぐに、 小さな変異が一般的であることを示した。初期の突然変異が顕著だったのは実験手法が原因であった。多形の不連続性は生殖的隔離と中間型の絶滅によって起きる。フィールド観察と実験的な遺伝学の段階的な融合は20世紀中頃に起きた進化論の現代的総合の一部である。現在では明らかなように突然変異は 集団中で遺伝される変異の量を増やす。そして選択はそれらの変異の成功率の違いを説明する。ポールトンの説明は現代の進化生物学の見解に近かった。しかしパネットが示した疑問も正当であり、現在でもこれらの分野の研究は活発に行われている。1937年にポールトンは81歳という高齢で、 イギリス学術協会の会長に就任した。会長演説で彼は進化理論の歴史を概説した。JBS ホールデン、R.A. フィッシャーとジュリアン・ハクスリーは、メンデル遺伝学と自然選択説がどのように結びつくかを明らかにした研究で非常に重要だった。彼の時代以降の生物学者の観察と実験は、ベーツ、ウォレス、メルドラ、トライメン、そして、 ミュラーのような先駆者の擬態と警告色に関する研究を確かめ発展させた。ポールトンは生物学的主概念のオリジナルを提案したことで知られている。また警告色を表す用語としてアパシマテザムを提案した。ポールトンは60年間に200を超える著作を発表した。その中でも代表作と考えられているのがザ・カラース・オブ・アニマルズである。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。